ロープをクッと締めると、あ、もともとだ、取ってるだけですね。すごい、じゃあやめろ、この辺を沈む。え、甘いですか。これちっちゃい方が美味しいんかな。また種類違うんじゃん。なんかいっぱい入ってる中に抹茶金時、あ、すごい、抹茶金時で抹茶用になってるの、このパンの生地じゃなくて抹茶を混ぜて、で金時を後で入れ込む。いただきます。おいしい。かわいい。おいで、あ、いて行きたいな。おそろいや、二人青い。あー、うまい。今日、初めて来てもみじ谷ルートっていかついな。そうなほら初心者のほら今頃ここまで言うからやな。ここまで来てから言うけど、最初に言うたら、でそんなとこ無理ですとか言うたって、すごいそんな。わざと。いやいやいや。あー、ちえちゃん、いよいよハイキングデビューです。いいですね。もみじ谷ルート、金剛山の中ではバリエーションルートになります。あー、ひずみちゃんと池もおっかなびっくり。川を渡っています。あはい、お疲れ。出てるより上がってきたよ。ほんまやな、すぐで上がってきたな。そうやで、まさかこれが危ない。よく見たね。これ吸い込まれる。おお。なんか入ってなかった。難所の岩登りに入ってきました。ちえちゃんどうでしょうか。頑張れちえちゃん。もっと余裕ですね。はい、頑張りました。はい、ガッツポーアップはダメ、アップはダメ。続いて泉選手、岩を抜く、この岩抜けそうやから抜けやんように相談しながら登らなあかんで。やばいな。やばいな。気づかんかった。金剛山で最も山深いルートです。V 字渓谷になっています。風が気持ちいいな。こっち向いてや。いいね。じゃあ俺に行かんと、ちゃんと自分らのセンスで行ってみ。さあ迷ってます、迷ってます。宮戸見つけることができるかな。自
ルートに戻れました。今日の核心部にやってきました。ちょっとここからは厳しいです。ゆっくり行けよ。ちいちゃん大丈夫か？オッケー。オッケー。さあ、滝の高巻き終わって今日の最難関を見事クリアしました。しんどかった？バリエーションルート軽々に突破しました。 OK。 ジャムジャムでずっと寝こうなあかんで。あかんね。はーい。あー、美味しい。取られてるから意識してますわ。誰？俺や。誰や？謎のおっちゃん。かわいい。バイバーイ。バイバイ言われた。あれ？かわいい。上で会えるんちゃう？なあ。ロープウェイから上がってくる道や。ああ、そう。できるかな。
食べさせてあげたかったってママが言うかな。ママママじゃないの。ママお母さん私いいやつとクライミングの技術を身につけた。